ジャバド・ネクナムは、イラン・テヘラン州出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元イラン代表である。ポジションはミッドフィールダー、ネコーナムと表記されることもある。ペルシア語発音では、ネクユナームに近い。母国のパス・テヘラン FC では2003-04、シーズンにペルシアン・ガルフ・プロリーグで優勝し、2005年に AFC チャンピオンズリーグでベスト8となった。 2005年にアラビアンガルフリーグのアルワフダ・アブダビに移籍金100万ドル5ヶ月の契約で移籍した。ドイツの1、FC カイザースラウテルンやイングランドのトッテナムホットスパー FC などヨーロッパのいくつかのクラブがネクナムに注目していたが、2006年1月にはアルワフダと同じく UAE のアルシャールジャ SCC に移籍した。2006FIFA ワールドカップでのコープレーにより、 ドイツのヘルタ・ベルリンやフランスのオリンピック・リオニアなどヨーロッパの多数のクラブがネクナムに興味を示し最終的にプリメーラ・ディビションの CA オサスナと2年契約を結んだ3年目の契約オプションが付けられ違約金は500万ユーロに設定されたネクナムはスペインのクラブと契約した初のイラン人サッカー選手であった2006から07シーズンは リーグ戦24試合に出場して2得点し、UEFA カップ決勝トーナメント1回戦、FC ジロンダンボルドー戦では、延長29分に決勝点を決めるなど、活躍を見せた。シーズン終了後には、イラン年間最優秀選手に選ばれ、スコットランドのレンジャーズ FC が、遺跡金100万ポンドを提示して、獲得を狙ったが、このオファーはクラブに拒否された。 2007年8月14日、右膝前十字人体を負傷し、ドイツアウクスブルクでの手術は成功したが、8ヶ月の離脱を余儀なくされた。2007年11月24日、クラブは3年間の契約延長オファーを提示して、ネクナムへの信頼を示し、医薬金は500万ユーロに引き上げられた。2008年2月には、トレーニングに復帰した。4月27日、 バレンシア CF 戦で70分にパチプニャルと変わって出場して復帰を果たすと2008年8月31日のビジャレアル CF 戦でクラブのシーズン初得点となる PK を決めた。シーズン中盤にはたびたびゴールネットを揺らし2009年1月にはレアルマドリード戦でも得点した。3月22日にホームで行われた RCD s パニオール戦では ロスタイムに決勝点を決めた。2008から0級シーズンは、ワルテル・パンディアーニに次いで、クラブ2位の9得点を決めた。2009年夏、RCD エスパニオールとビジャレ RCF からオファーが届き、特に後者は500万ユーロの違約金を支払う姿勢を見せたが、ネクナムは CA をさすなで満足していることを繰り返し、主張し、チームに残留した。 2012年7月21日、母国イランのエステグラル FC に1年契約で移籍。2016年1月22日、カタールスターズリーグのあるアラビドーハと4ヶ月の契約を結んだ。退団後、2016年6月30日に現役引退を表明した。2000年1月のエクアドル戦でイラン代表デビューし、2002フィファワールドカップ。 アジア予選中にレギュラーポジションを獲得したが、大陸間プレイオフのアイルランド戦では、出場機会がなく、チームもアイルランドに敗れて、本大会出場を逃した。2002年には、夏の西アジアサッカー選手権2002でベスト4となり、秋のアジア競技大会2002では、決勝で U-23 日本代表を破って優勝した。2004年には、 西アジアサッカー選手権2004で優勝し、AFC アジアカップ2004でも活躍した。2006FIFA ワールドカップアジア予選では、ラオス戦と北朝鮮戦で計3得点し、本大会ではイエローカードの累積で出場停止だったアンゴラとの3戦目以外の2試合はフル出場した。2007年には AFC アジアカップに出場した。2009年6月、 2010FIFA ワールドカップアジア予選の韓国戦で緑色のリストバンドをつけて試合に出場したために代表の主力4人が無期出場停止処分を受ける出来事があった。処分を受けたのはアリカリメヤメフディマハダビキアであり、後半からリストバンドを外したために処分を免れたのはネクナムトマスード・ショジャエである。2010FIFA ワールドカップアジア最終予選では サウジアラビア戦の同点弾、北朝鮮戦の決勝点、韓国戦の得点など活躍したが、本大会出場は逃した。ありがとうございます。